おお、あ、やっぱりこの液タブ軽っ。え、これ普通に抱えてかけるんじゃん。え、やば。するってーと、ほら他に電源ケーブル挿してませんが、もうこれだけでね、接続完了。めっちゃ簡単でいいですよね。こんにちは、斉藤直樹です。今回はセンスラボさんからのご依頼で、はい、こちらセンスラボディスプレイ16の紹介をしていこうと思います。以前ですね、センスラボディスプレイ24の紹介はしたんですけども、今回はもう一回り小さいサイズ、16インチの取り回しの良いサイズになっております。まあ、24インチはね、机の幅も取ってしまうので、もっと小さいのがあったら欲しいなって思っていた人が多かったのではないでしょうか。しかも今回の商品はですね、 4K 有機 EL ペンタブレットということで、非常に薄くて軽い仕上がりになっているということなので、すごくね、楽しみです。まあ、でもね、小さいと言っても液タブで言ったら一番小さなサイズって13インチくらいだと思うので、それよりも若干大きめのサイズということで、小さすぎず大きすぎず、ちょうど絵が描きやすいサイズと言えるかもしれません。はい、それではですね、早速センスラボディスプレイ16の実力試していきましょう。それでは早速行ってみましょう。液タブを膝に乗せて下書きを書いてみる。はい、そしたらもう早速始めちゃいます。箱の中身の紹介はラフを書いた後にすることにして、もうね、いても立ってもいられないので、まあ、今回の絵のラフを書く前にですね、ペンディスプレイ16を使って試し書きしちゃいます。でね、ちょっとのっけから僕びっくりしました。16インチの液タブなんですけどね、これね、16インチにしてはかなり軽いです。最初普通に机に乗せて書こうかなって思ったんですが、あれ、これってタブレット端末みたいに持って書けるんじゃないって思ってですね、こんな風に膝に乗せてみたんですが、あ、やっぱりこの液タブ軽っ。え、これ普通に抱えて書けるんじゃん。え、やば。いや、これめっちゃいいですね。横画面でもいいですし、こんな風に縦画面にして書いても縦長の絵を描くときにはすごくいいサイズだと思います。はい、ささっと落書きしてみましたが、いや、かなり良さそうな書感ですよ、これ。さて、それでは本番、今回のイラストの下書きを書いていきましょう。今紹介したように、ラフは膝に抱えて書いてみることにします。センスラボさんのイラストは最初に田中ちゃん、そして次にケイちゃんのイラストを描かせていただいたので、今回は渚ちゃんのイラストを書いていこうかなと思っております。作戦としては渚ちゃんプラス和のテイストで華やかに仕上げていこうという算段です。はい、とはいえね、最初のラフの時点ではやはり勢いが重要ですので、細部はとりあえず置いておいて、画面全体の勢い、動きを重視しながらラフを仕上げていきましょう。膝にね、液タブを抱えながら描いているので、描きやすい角度にちょっとずつ画面を回転させながら描けるので、まあ、少しね、大きめのタブレット端末を持って描いているような感じで描きやすいです。いろいろな描き方、使い方をシーンによって選べるのはとても素晴らしいですね。あと、こうやって画面に直接書いていると気になるのが、ライトの反射だと思うんですが、反射全然気になりませんね。というのも、こちらのディスプレイには反射のないスーパーエッジエッチングという技術が使われているということです。なので映り込みを気にすることなく、違和感なく書き進めることができちゃいます。それと、画面の視差の問題や遅延などないかについてなんですが、まあ、書いていて気になる部分は全然ないですね。このようにすごく早くペンを動かしてもススッと線がついてきますし、ペン先と実際に描画される線の間には、まあ、気になる視差を感じることはありません。とても快適に書けております。はい、どんどん下書き進んでおります。ラフをね、適当に済ませて次に進んじゃうこともあったんですが、意外とね、ラフって大事です。ラフで大体の完成イメージの 70% から 80% 固めてしまって、そこから清書に進んだ方が意外とスムーズに仕上げまで完成させることができるからですね。勢いよくラフを書き始めて全体のイメージがつかめたら、細部を整えていくこともラフの段階でやってしまった方が思い通りの仕上がりにできると思います。液タブが書きやすいので、スムーズにラフを書くことができました。内容物紹介。さて、ここで箱の中身、内容物をチェックしていきましょう。箱を開けると、まずは接続方法が書かれた紙が入っております。図説中心なので、文字をそんなに読まずとも簡単に設置までできると思います。そして今開けた蓋なんですが、蓋がね、何やら重いなと思ったら、中にバッグが入っておりました。液タブを持ち運ぶためのバッグだと思いますが、少し大きめなのでノートパソコンも一緒に入れて、で出先でお絵描きすることもできると思います。
はい、このように肩掛け用の紐もついていて気が利いていますね。そしてはい、こちらは液タブ本体ですね。僕の持ち方見ていてわかると思うんですが、いやこれね16インチにしてはめっちゃ軽いんですよ。横にしてみてもこの薄さです。ショートカットボタンなどがついているわけでもなく、非常にシンプルなデザインとなっております。でその下には液タブを立てかけるためのスタンドですね。後で詳しくお見せしますが、ここを押すとパカッとスタンド部分が開いて立てかけられるっていう寸法です。でその下にもいろいろ入っていますね。はい、これも後で紹介します。まだ下があります。もう一段パカッと開けると、ここにはコード類とか、あとはいろいろな差し込み口に対応したソケットが入っております。はい、それでは中身を並べました。左からディスプレイを拭くためのディスプレイクリーナー、その下がセンスラボオリジナル手袋です。でセンスラボディスプレイ16本体があって、その下が電源を取るためのソケット類です。あ、ただですね、ソケットはありますが USB Type-C で接続すると本体から電源が供給できてしまうので、その場合には USB 接続だけで事足りてしまいます。電源ケーブルの接続はいらないですね。でその横がペンを本体にくっつけるためのペンホルダー2個と、そして本体と電源ケーブル、それとパソコンをつなぐためのハブがあります。こちらは USB Type-C、HDMI、ミニディスプレイポートがそれぞれ接続可能な仕様ですね。でその上、これが USB パワーデリバリーに対応している USB Type-C のコードですね。これで本体とパソコンをつなぐと、電源ケーブルを挿さなくてもそれだけで液タブが使うことができちゃいます。でさらにその上、センスラボオリジナルの片手デバイスクイッキーズがあって、その右側がペンケースになっております。はい、でですね、 USB Type-C で接続すれば電源ケーブルなしの接続ができるって言ったので、その部分をちょっとお見せしたいんですが、はい、これ見てください。こっちを本体側に挿しますね。はい、差し込み口が横になっているのでコードがかさばらない仕様です。でもう一方をパソコンに接続します。するってーと、ほら他に電源ケーブル挿してませんが、もうこれだけでね、接続完了。めっちゃ簡単でいいですよね。机の上もコードでごちゃつかなくて、本当に素晴らしいです。いや、これがですね、僕の今回のお気に入りなんですよね。はい。さて、ペンケースの中身見ていきましょう。ケースを開けると、センスラボの特徴である3ボタンの太いペンが入っていて、2ボタンの細いペンも入っております。で、ペン先を抜くためのクリップがあって、で、この2つはクイッキーズを接続するための受信機ですね。USB Type A のと Type C のがありますね。そして蓋のところに替え芯が10本ついております。ペンがすり減ったら交換しましょう。それとさっきも紹介したように、液タブスタンドとバッグと取扱説明書が入っております。タブレットのように使えるので線画も書きやすい。はい、それでは先ほどの続き書いていきましょう。次は線画を書いていきます。液タブは直接画面にかけているので、特に線が書きやすいです。僕は普段板タブレットを使っていて、板タブに慣れてしまっているので線画が書きにくいっていうことはないんですが、板タブに慣れていないとね、板タブの秒画面とディスプレイが離れているので、なかなか手元を見ずに線を書くのに違和感を感じてしまう人は多いんですね。その分液タブはそういった慣れを必要としないので、絵が描きやすく、特に線画のように細かいニュアンスの調整が必要な繊細な作業ならなおさら液タブがやりやすいっていう人も多いみたいです。あとこれはちょっと意外かもしれませんが、割とベゼルの大きさもいいですね。あ、ベゼルっていうのは画面の秒画面以外の部分の枠のことなんですが、最近ねベゼルがあんまりない商品も多くて、まあ、それはそれでいいんですけども、でもそれだと画面端は手を置けなかったりするんですよね。でもペンディスプレイ16はベゼルがある程度あるので、画面端でも安定して作画することができるので意外といいと思いました。ここまでは先ほどと同じように膝の上に抱えながら線画を描いてきましたが、先ほど紹介した液タブスタンドに立てかけて描いていってももちろん良いです。実際にペンディスプレイをどのように立てかけるのか見てみましょう。はい、このようにですね、スタンドは最初真っ平らですが、一部をグッと押し込むとポコッと稼働するようにできています。はい、このように立てかけることができますね。あまり角度をつけたくない人はこの低い方に合わせましょう。そしてもっと角度をつけてペンディスプレイを立てて描きたい人は、スタンドの下の部分を指で押しましょう。
そうするとほらスタンドが急角度になりました。これでさっきよりもさらにペンディスプレイを立てかけて絵を描くことができます。あ、ちなみにペンホルダーについてもここで紹介しちゃいましょうか。内容物紹介の時にも紹介しましたが、こんなパーツが2つついております。これがペンホルダーになっていて、本体の脇の部分にこんな風にカチッと取り付けることができます。で、そこにペンを挿しておくことができるってわけなんですよ。ペンをね、机の上に置いておくと、あれ？ペンどこ行ったっけ？ってね、行方を見失ってしまうことあると思うんですが、こうしておけばペンがすっきりと収納できてすごく良いですよね。もちろん3ボタンペン、2ボタンのペン、両方のペンホルダーがついております。持ち上げて膝に乗っけてもよし、スタンドを使って机の上に置いてもよし、絵の工程、絵の内容、その日の気分や自分のスタイルによっていろいろな描き方が可能です。はい、それとですね、線を描いていて思ったんですが、今回のディスプレイ黒がすごく見やすいですね。というのもこちらのディスプレイ、黒の表現力がものすごいらしく、10万対1のコントラスト比の表現力が実現できているということです。通常の液晶モニターは1000対1ということなので、黒が見やすいのも頷けます。まるでね、タブレット端末のように取り回せるので、とってもこの液タブ便利ですね。線画もサクサクと描き進めることができました。はい、といったところで説明している間に線画が完成しました。次の工程、着彩の工程に行ってみましょうか。机の上に置いてじっくり着彩。はい、ということで最後は着彩の工程です。今回センスラボディスプレイ16を使ってみて感じたのは、何よりもその軽さ、そしてその軽さから来る清々しい使い心地です。今回のイラスト、その清々しい軽やかな使い勝手からお花を連想しました。ペンディスプレイに書き出された渚ちゃんの周りには軽やかなお花が舞い散っております。デジタルでお絵描き始めたい、どうせなら液タブで挑戦したいという人でも、いや液タブは欲しいんだけど、でもあんまり広いスペース取れないんだよな、小さすぎず大きすぎずちょうどいい大きさの取り回しのしやすい液タブってないのかな、なんて悩んでいる人は多いのではないでしょうか。そんな方には今回使っているセンスラボディスプレイ16、非常に軽くて取り回しも良い液タブなので、すごくおすすめができると思います。実際に商品を触って試したいという方は、全国のお店の店頭でですね、センスラボディスプレイ16お試しいただけるということなので、ぜひぜひ足を運んで触ってみてください。といったところで、持ってかける液タブが思ったよりもやばかった、センスラボディスプレイ16を使ってお絵描きしてみた、なぎさちゃんのイラスト完成です。いかがでしょう。センスラボディスプレイ16を持つ軽やかなイメージを表現できたのではないかと思います。いかがだったでしょうか。今回紹介したセンスラボディスプレイ16、気になったよっていう方は動画下の概要欄に URL を載せておきましたので、そこからぜひぜひチェックしてみてくださいね。また付属品を限定してよりお求めやすい価格にしたノートパソコン用のモデル、エッセンシャルモデルも発売します。こちらはですね、付属品とそれに合わせて対応するパソコンが異なりますので、詳しくは製品のホームページをご確認ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。